民主党後藤祐一でございます。西川前農水大臣の政治と金の問題について、今日はまず扱いたいと思いますが、2月23日のこの予算委員会で、私はこの問題を取り上げ、私の質問の後、予算委員会が終わり、西川前大臣は総理官邸で安倍総理とお会いになられて、辞表を提出、受理されました。その後だと思いますけれども、西川前大臣は、全部説明できたし、法律に触れることはない、これは安倍総理大臣も分かってくれたとおっしゃっておられます。で、安倍総理は同じく会見で、私としてはぜひとどまってその職を全うしていただきたい、こうお願いしたところでございますが、本人の辞任という意思は固く、これを尊重することにした、大変残念でありますと、このように述べておられます。安倍総理に伺います。西川前大臣は法律に触れることはないと言って、総理に利害いただいたと言ってますが、本当ですか。また、総理は西川前大臣に辞めないでぜひとどまってほしかったんですか。これについて総理のご見解いただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。西川大臣の精神に関わる問題については、この国会においてさまざまなやり取りがなされたわけでございまして、後藤委員も質問で相当の時間を費やされたものと承知をしております。その質疑を通じましてですね、いわば西川当時の大臣が西川さんに献金をした事業者が補助金を受けていたということを知らなかったということでございまして、この知らなかったということについてはですね、いわばこれは出し手側の方は補助金を受けていれば分かるわけでございますが、受け手側はですね、これはなかなか分かりにくいという基本的な、これは課題があるわけでございます。その中においてはですね、これは1年間の間は禁止されている、知らなかったという説明で、先般総務大臣からも説明があったようにですね、厚生要件においては知っていたか知らなかったかということが大きな厚生要件になっているという以上、これは法律には反しない、しかし、その後指摘された以上ですね、それについては返金をされたという質問、説明をされていたわけでございまして、私としてはそうした質問に対する答えにおいて、これは違法性がなかったと、このように理解したところでございます。そこで私は西川大臣がですね、例えば農協改革において全力を挙げ、そして手腕を発揮をして農協改革において中央会側ともですね、いわば話し合いを成立をさせて大きく一歩踏み出した、これは今まで全く進んでいなかった農協改革に大きな歩みを見せたわけでございます。農政の改革は待ったなしの中においてですね、しっかりとその職責を果たしていただきたいと、こう考えたところでございます。後藤君。そうしますと、総理、西川前大臣は違法なことはしていなかったけれども、お辞めいただいたということでよろしいですか。安倍内閣総理大臣。私は西川大臣のここでのやり取りの説明、あるいは私が聞いていた中においてですね、西川大臣はいわばその当該企業が献金を受けた企業がですね、補助金をもらって、そしてその交付から1年経っていたかどうかということについては知らなかったと。という説明については、それは了としたところでございます。後藤祐一君。質問に答えてください。違法なことはしていないが、やめていただいたということでよろしいですか。質問にお答えください。安倍内閣総理大臣。ただいま申し上げたとおりですね、私は西川大臣の説明を伺って、それは西川大臣が、この献金をした企業が、いわば補助金を受け取って、そして西川大臣が受けた段階で、それが1年以内に入っていたということについてですね、知らなかったということについてはですね、これは当然ですね、これは送り手がですね、献金を出す先が
しかこの分からないわけでございまして、そもそもそれに関与していたらまあ別でございますが、基本的にはほとんどこれはなかなか分からないわけでございます。でこれはまさに質問に答えさせてください委員長。静かに静かに質問者どうぞ。そう、はい、いわば出し手側がですね、出し手側がしかこれは分からないわけでありますから、受け手側の方にはこれは分からないわけでありまして、まあ、ですから、その度ごとにですね、これは、確認を取るということは当然まあ必要かもしれませんが、そんな段階で知っていたか知らなかったかということについての西川さんの説明については私は理解できると、こう考えたわけでございます。そして、それまで西川大臣はですね、農業法においてまさに農政改革において大きな力を発揮をしていただいた。しかしこれ以上国会や内閣に対して迷惑をかけたくないという強い意思を持っておられたので、辞職願いを受理をしたと、こういうことでございます。委員長、後藤祐一君。お答えいただけないようですが、総理は任命責任、説明責任を大切にしているという割には、説明責任も任命責任も果たしてないと思いますが、今のお答えは、要請はなかったけれども、お辞めいただいたというふうに理解します。さて、西川前大臣の話をなぜさらにしなきゃいけないか、それは西川前大臣は脱税の疑いがあるからであります。昨日、この予算委員会の理事会で、西川前大臣がお勤めになられていた顧問、これについてのご説明があったようでございます。新聞報道によりますと、2つの企業で、顧問として落選中から、そして現職になられてからも、大臣になる前です、大臣になる前だということですが、現職になってからも含めて合計で、101万1555円、テクノウッドワークス社、これは別途の資料でこれは分かるわけです。関連会社等報告書というものを私は入手してきました。これテクノウッドワークス株式会社の顧問として、報酬946万円を受け取っておられました。ちょっとおさらいをしましょう。このテクノウッドワークスという会社と西川前農水大臣はまず2007年にパーティー券40万円、2008年は全くありません、2009年は100万円の献金、そして2009年度は国からの補助金が1億6100万入っています。2010年は献金パーティー券はないんですが、新聞報道によりますと、計算しますと、この2010年落選中ですね、顧問料が90万円入っています。そしてこの2010年度補助金として、国から3億7000万円の補助金、これが言ってます。2011年、献金パーティー券はございませんが、顧問料がこれ、落選中ですが、216万円入っています。つまり国からの補助金が入って、報酬も上がったということなんでしょうかね。2012年、これは当選されたわけで、当選される前ですね、前に献金300万円が入っています。パーティー券はありませんが、顧問料として240万円受け取っています。そして2012年度補助金で、これ大きいですね、国から7億円、このテクノッドワークスに入っています。で、2012年の12月に当選されて、現職になられて、2013年の1月30日に100万円の献金、でこれはテクノッドワークスの社長の方からの個人献金です。さらにパーティー券は6月18日に100万円。そしてこれ顧問料引き続きいただいたようでございまして240万円。2014年は献金パーティー券、これは今のところ分かりませんが、顧問料は新聞報道からすると160万円いただいているはずであります。合計しますと、テクノッドワークスから西川前大臣は合計1586万円知れる限りでいただいている。そして農水省からの補助金が合計12億3100万円交付されている。この両者に関係がないというのはかなり無理がありますよね。無理があります。で、法律上は確かに2012年度補助金の7億円の交付決定からの1年以内に
2012年9月30日に300万円の献金をしている、これが補助金交付決定から1年以内の献金違法とする政治資金規正法違反になるんですが、これについては総理は何度も言っている通り、知らなければ違法でない。ですが、献金した側は違法なんですよ。この献金は違法なんですよ、総理。違法献金なんです。知らなかった側は罰せられませんよ。ですが、献金自体は違法なんです。そのことを国民の皆さんよく知っていただきたいんです。ところが、もらう方は知らなければ違法にならない。ざる法なんです。要するに違法な献金なんですよ、総理。これからちょっといくつか伺いたいと思います。この西川前大臣はテクノウッドワークスからの顧問となって、その事実を関連会社等報告書というものに現職の国会議員は記載しなければなりません。これ法的義務です。ところが、記載をしておりませんでした。これ違法だったんです。それを私が昨日これ入手してきたんですが、関連会社等報告書というものを昨日になって西川大臣出されている。で、報酬があったわけですから、そうなりますと、もう一つ所得等報告書というものを現職の国会議員は出さなければなりません。つまり、関連会社等報告書でテクノウッドワークス株式会社の顧問になってますというものが関連会社等報告書で出たら、必ず所得等報告書でいくらの所得があったという報告をしなきゃいけないんですが、今のところこれは出ていません。なぜでしょうか。所得があったら、これは所得等報告書を出す義務があります。この所得はもしかすると税法上適正な申告をされておられないんじゃないですか。まず伺います。関連会社等報告書は出ているのに、所得等報告書はまだ出ていない。これは明らかに資産公開法に反しております。違法であります。これについての総理のご見解をいただきたいと思います。後藤さん、ちょっとその前に委員長としてあなたに伺うことがございますが、新聞報道等といいますが、顧問のところは何々新聞の報道でございますか。後藤さんにちょっとお伺い、その新聞報道等という、その昨日は秘密会で行ったものでございます。したがって顧問のところはね、何の新聞からそういう資料をいただいたか、お答えしてください。会長、はい、後藤。これ各紙報道されておられますし、あとテレビでもこれは毎月最初18万だったものが途中から20万になったという報道はなされております。各紙というのは全国紙全部ですか。全部とは言いません。書いてあるものがあります。できればテレビでも報道している番組はございました。できれば新聞といったら、何年新聞と言っていただいた方が委員長としては秘密会。今明確にこの新聞というふうにちょっと具体的に言えませんが、必要であれば後ほどご説明に上がります、はい、よろしいでしょうか、はい。それでは先ほどの質問に総理お答えいただけますか。安倍内閣総理大臣。最初にですね、ここでも何回か議論になったんですが、いわば補助金が出ていた場合ですね、その受け取った企業については、その補助金が、補助金を出した企業がですね、補助金を受け取っていて出してはならないわけでありますが、受け取った側の話をずっとしていたわけでありますから、受け取った側の西川さんにおいてはそれは知らなかったということについては構成要件だから、これ違法ではないという話をしていたわけでありまして、それも違法だという言い方は、それは正確性を欠くんではないか。で、これは法は法ではあるわけでありまして、それは申し上げておきたいと、このように思います。こういう議論というのはやはり正確にですね、議論していくことが大切であって、いわばレッテル貼りや決めつけということではなければならないと、このように思いますので、繰り返し指摘をさせていただきたいと思います。その上においてですね、その上において申し上げますと、そもそも秘密会で開催されたことを、秘密会でですね、秘密会として開催された理事会において提出された資料については、当然私は知り得る立場にはないわけでございます。いずれにいたしましてもですね、適用かどうかというのを今、私がここでつままらかに申し上げることは適切ではないと、こう思うわけでございますが、今はもちろん西川議員は内閣の一員ではございませんが、議員としてですね、これは内閣の一員であれ、与党であれ、野党であれ、
こうした疑いがかけられたら、それに対して説明を果たしていく責任を見識の中において果たしていかれるものと考えております。後藤君。まず私は正確に先ほど説明しています。献金を差し上げる企業側の話と、それを受け取る側の話を分けて、きちんと私は説明しております、正確に説明しておりますことをまず申し上げたいと思います。その上で総理、質問にお答えください。関連会社等報告書が出ているのに、所得等報告書が出ていない、これは法的義務を果たしてないと思いますが、これについてどう思いますかと、総理としてのご見解を伺っているわけです。しかもこれは私、昨日のうちに通告をしておりまして、西川前農水大臣に確認した上で、総理に答弁していただくよう、これはこのまま通告しております。質問にお答えください。安倍内閣総理大臣。これはいわば西川大臣は現時点では閣僚のメンバーではなくて、一議員としてですね、秘密会に提出をされたわけでございます。ですから、その秘密会に提出されたわけでありますから、理事以外である私は行政府の一員でありますから、そこにはその中身については知りうる立場にはないわけでございまして、そこで今言った事案についてですね、個別の事案でありますから、私は政府の立場についてそこは判断する、申し上げる立場にはないということでございます。委員長。後藤君。この所得等報告書がどういう形になるかは、西川前大臣が脱税をしているかどうか、極めて重要な文書なんです。それを今の時点では西川前大臣は説明しておられません。ですが、我々西川前大臣に説明していただく方法がなかなか難しいんですよ。ご自身が自発的に説明していただくのは一番いいです。総理はそれを期待されておられますが、もう月曜日に辞めてから、今日金曜日ですよ、今のところそこ説明がなってないですよね。で、この関連会社等報告書は昨日出されて、もう1日経ってるんですよ。これについて総理は、自分からその理由を説明するつもりはないと言いました。まず、総理の見解を伺いたいと思いますが、この西川前大臣の顧問報酬、これは確定申告と税法上適正な処理がなされてるんでしょうか。もしなされているのであれば、その根拠、明らかな根拠を説明していただきたいと思います。これは昨日私は通告しておりまして、西川前大臣と必要なら税務当局に確認してお答えいただきたいということで通告しております。総理大臣お願いします。今なんか秘書官が止めてますけど、総理大臣に聞いてます。私は総理大臣に昨日通告しております。ちょっとお待ちください。後藤さんね、調べたのは私です。昨日報告を私の責任で、ちょっと待って、そこで、今税務のお話をされましたんで、財務大臣が今そのことについてちょっと答弁したいと言って、麻生財務大臣。今納税の話でしたんで、私のところかなと思って手を挙げさせていただいたんですが、個別の納税ということですよね。個別の納税者の課税状況ということについて、所得等報告書について聞いてます。だから個別者の個別の話でしょ、西川という個別の話でしょ。だから個別の納税者の納税状況について国税当局に対して、財務大臣が、政府が国民に、納税当局に、国税当局に確認を求めるということは、これまで行ったことはありません。委員長。後藤君。財務大臣がそう答えなのは分かったから言ってるんです。実際に税を納めてるかどうか、財務大臣、答弁してくださいって、答弁できるわけないの分かってるんです。いや、だからこそ、この所得等報告書がなんで出ないんですかと。そしてそれを出すべきじゃないですかということについて、総理の任命責任および説明責任の観点から、総理に昨日通告した上で聞いてるんです。で、その事実関係は、西川前大臣に総理が確認をして、答弁をしてくださいと私は言ってるんです。総理は答弁する責任があります。総理どうですか。安倍内閣総理大臣。それについてはですね、まさに、いわば大臣として取った行動ではなくて、臨時代の話でございまして、
まさに議員としてどう対応するかということについては、まさに議員の見識で、これは閣僚のメンバーであるとないとにかかわらず行うことでございます。まさにこれは議員の納税状況についてでありますから、財務大臣が答弁したとおりであります。後藤君、同じ答弁ですが、じゃあ総理は西川大臣にこの所得等報告書がどうなっているのか、そして必要な税法上の申告をしているのかどうかについて説明するよう促すことはしないということですね。安倍内閣総理大臣。現在西川大臣は一議員という立場であり、さまざまなこの委員会で行われていた議論、政策の議論がなかなか行われていないということに鑑み、自ら責任を取ったものと私は理解をしているわけでございます。そこで今のご質問の点でございますが、今西川議員はまさに一議員となったわけでございまして、先ほど申し上げましたように、その中において議員はそれぞれ見識の中においてですね、説明責任を果たしていくことが求められていると、このように考えているところでございます。与党君、総理は今まで私が厳しい言葉を使ったときに大変厳しい口調で叱責を私は何度もされています。脱税の疑いという大変厳しい言葉を使いましたが、これに対して私に厳しく叱責しないんですか。それはですね、いわばこの事案自体についてですね、先ほど財務大臣から答弁した通りでございまして、それがまさに個人の納税状況については政府は答弁する立場にはないというのは、これ一貫した立場でございます。委員長。後藤君。そうすると脱税の疑いが全くゼロではないというふうにお考えですか、総理。安倍内閣総理大臣。今まさにですね、私はその詳細について全く把握をしていないわけでございますし、そもそも先ほど麻生大臣から答弁をさせていただいたように、個人の納税状況についてですね、この場で政府が述べるということについては、これはもう一貫した政府の立場でございますが、立場にはないということでございます。委員長。後藤君。脱税の疑いということについては否定しないということだと理解しました。そうするとご本人に説明をしていただくしかありませんが、小渕優子元経済産業大臣おられました。調査をすると言って、報告すると言って数ヶ月、国民に対して何も説明がありません。それどころかご本人ではないと思いますが、どなたかが証拠となるかもしれないハードディスクにドリルで穴を開けてと、いろんなことが起きています。本人に説明を任せてもしないんですよ。それはもう小渕優子さんが証明してるじゃないですか。この西川前大臣が脱税してるかどうかは、これを確認する方法3つあります。1つは西川大臣が今からでも、今見てるでしょうから、自発的に記者会見をしてご説明される、これは1つ目のやり方でも、これは小渕優子さんの例を考えると期待できません。2つ目、今からでも総理がご反省されて自民党総裁として西川前大臣に対し、やはりこれは説明した方がいいと促し、そして西川前大臣に説明していただく、これ2つ目。ところがこれも総理はやるつもりはないようです。この前同じことを伺いましたが、今日答弁変わりません。そうしますと、安倍総理が言うように西川前大臣に直接この場に来ていただいて説明をしていただくしかありません。大島委員長、はい、西川前大臣にこの予算委員会に来ていただいて参考人招致、これをしていただくことをお願いいたします。前のどなたかの委員からも要求受けてますので、理事会で協議します。私からちょっと後藤さん、はい、あなたは脱税の疑いと言ったんですね、今先ほど来、脱税というのは委員長としてもやはりこれはちょっとやっぱり行き過ぎた言葉のように思います。私から反論するわけではございませんが、税というものをもし納めていたとするならば、それは どうなるかということにもなるわけで、
したがって脱税という問題については理事会でちょっと協議したいと思います。いや、だそれはそこ時計を止めていただけますか。それはちゃんと時計を止めていただけますか。はい、後藤君。いやでも脱税という言葉はね、脱税という言葉はいかん。それは時計を止めていただけますか。いや、時計を止めていただけますか。後藤君、時計止めていただけますか。後藤君、委員長で整理するか。委員長、後藤君、脱税の疑いという言葉が強すぎるかどうかは聞いてみないとわからないんじゃありませんか。委員長、事実関係を西川前大臣にこの予算委員会できちんと説明していただいて、この脱税の疑いと私はちゃんとつけましたからね、脱税の疑いという言葉が本当に強い言葉だったかどうか、ぜひ参考人招致をしていただいて検証していただけませんか。委員長、参考人の問題は理事会で協議いたします。後藤君。委員長、ぜひそれしか方法がないようですから、必ずやる方向でご検討いただきたいと思います。続きまして、望月環境大臣に伺いたいと思いますが、望月環境大臣は、環境大臣になる前、少なくとも2012年10月から自民党行政改革推進本部長をお務めになられておられました。最近行政改革では行政事業レビューシートというものが作られて、無駄遣いをなくすような取り組みがなされていますが、平成26年の行政事業レビューシート、これすべてご覧になってますか。望月大臣。望月大臣、さまざまな改革ということでやってまいりましたが、その行政レビューシートすべてを私が見ているわけではございません。委員長。後藤君。行革本部長としてこれを見てないってのもいかがなものかと思いますが、確かに机に例えばその配布されて、何らかの会議で、それが議論になったと、そういったことはございましたか。望月大臣。我々我が党の中でですね、の行政改革推進本部長ということでございますので、党の中でやるべきことをやってきたと、まあこういう形でございます。委員長。後藤君。大臣の地元に本社のある鈴代株式会社、こちらの会社が2013年8月19日に望月大臣が大臣を務めている環境省から1億7200万、2013年3月15日に国土交通省より4200万の補助金の交付決定を受けています。で、これらの交付決定から1年以内の2013年12月30日、望月大臣が代表者である自由民主党静岡県第4選挙区支部は、鈴代株式会社から140万円の献金を受けています。これ西川前大臣と全く同じ構図です。違法献金です。つまり補助金交付決定から1年以内の献金を禁じた政治資金規正法違反でありませんか。望月大臣の見解を聞きたいと思います。望月大臣。マスコミ等から昨日ですね、2月26日でございますが、指摘を受けるまで鈴代がこのような補助金の交付決定を受けていることは承知をしておりませんでした。今ご指摘を受け、調査を行ったところでありますが、現在まで分かった、早急でございましたが、範囲でお知らせをさせていただきたいと思います。環境省のですね、この低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援基金事業についてでありますけれども、これはですね、国ではなくて、一般社団法人である低炭素社会創出促進協会が交付決定を行っていることから、これは政治資金規正法第22条の3で規定する国からの交付決定を受けた補助金には当たらないと、このように思っております。そういうことでございまして、今、私が
昨日今日のことでございますが、調べたところそういうことでございまして、22条の3で規定することでございます。当たらないということでございます。後藤君、先ほど西川前大臣のテクノドワークスも国から県に行ってそこから出たお金ですね。これも今回のお金も結局元をたどれば国から来たお金なんじゃありませんか。望月大臣。望月大臣。しかしながらですね、この規定によりまして、我々がですね、法律の中ではこれは国ではなく一般社団法人である帝都社会創出促進協会でございますか、これが交付決定を行っているということでございまして、これは政治資金規正法第22条の3で規定するですね、これは国からの交付決定を受けた補助金には当たらないと、そういうことで法律で規定をされておりますので、これについてですね、私は適正なものであるとこのように思っております。委員長。後藤君。元をたどれば国のお金じゃないですか。そして会計検査院がこういったものをチェックするんですよ。ちなみに鈴代株式会社はグループ挙げて望月大臣応援されているようで、鈴代単体では望月大臣は2010年から2013年の4年間で、手元の収支報告書で知りう限りでは毎年140万円から390万円、合計810万円、献金いただいています。で、鈴代のホームページにグループ会社一覧というのがございまして、そのグループ会社の献金を含めますと、これ、ちょっと漏れがあるかもしれませんが、少なくとも手元で計算した限り、献金額はグループ全部で2300万円に上るようでございますが、事実でしょうか。お続き大臣。今のことは通告がないので、ちょっとですね、すべてのものを知り得るということは把握はしておりませんけれども、私自身はですね、それぞれの会社とですね、長年のお付き合いをさせていただいておるということでございまして、グループということでの全体的なものとではなくて、それぞれ長年お付き合いをさせていただいて、そういう中で献金をいただいたものと確認を、認識をしております。委員長。後藤君。望月大臣の後援会長は鈴代株式会社の副社長だというふうに聞いています。これ事実ですか。そして後援会長が鈴代株式会社の副社長だということは補助金交付を知り得たんじゃないんですか。大臣のご見解いただきたいと思います。望月大臣。私の後援会長のですね、方は今お話し出ましたが、この方は今現在鈴代の相談役ということになっております。私のですね、後援会長を務めていただいております。そういった中で、知り得たかどうかということでございますけれども、私の方はそういったものについては知り得なかったと、分からなかったと、そういうことでございます。委員長。後藤君。失礼しました。副社長から相談役になられてたんですね。相談役と相談しなかったんですか。相談役は大臣と相談するのが仕事だったんじゃないんですか。しかも望月大臣は環境大臣です。この所管の補助金です。さらに言うと望月大臣は環境政務官をされて、国土交通副大臣をされて環境大臣になられている。そして今回環境省と国土交通省の補助金をいただいた会社から、グループ会社まで含めると2300万円という献金をいただいている。これ、農水省の世界というのは今までいっぱいありました。たくさん辞めた大臣もおられました。西川前大臣もお辞めになられました。たくさんの補助金がたくさんの会社に配られて、そこから献金されたわけですが、比較的これまできれいであった環境省の世界を、望月大臣は怪我してしまったんじゃないんですか。いかがですか。望月大臣。お言葉を返すようですが、環境省はですね、今の除染の問題、中間貯蔵施設の問題、それからさまざま、もちろん九州行けば水俣の問題、本当にですね、
一生懸命やっていただいているところで、そういったことで今環境省の問題が出ましたから環境省の話をしているんですけれども、そういった問題で、まあ、汚れているじゃないかとかそういう言葉は一つですね、慎んでいただきたいなと思います。私の問題につきましては法律に抵触しているかどうかということで、私は今のですね補助金の内容は先ほどから申しましたように、法律に即して、でございまして、この一般社団法人のですね、この低炭素社会創出促進協会が交付決定をしていると、そういうことでありまして、現在の今指摘のですねことに関しては政治資金規正法のですね第22条の3のこのですね国からの交付決定を受けた補助金には当たらないということで、法律的にはですねそういうことでございますので、私は適法であるとこのように思っております。委員長、後藤君。そこはこれからまたじっくり確認したいと思いますが、上川大臣、同じことが起きております。上川大臣も、上川大臣が代表者である自由民主党静岡県第一選挙区支部は2013年1月から12月にかけて、同じ鈴代株式会社から毎月6万円、年間計72万円の献金を受けています。で、このうち少なくとも国土交通省の補助金決定があった3月15日、2013年ですね、3月15日以降の60万円分は、西川大臣と同じ形の違法献金、そして、まあ、形式としてこの望月大臣とも同じになるわけですが、この補助金交付決定から1年以内の献金を禁じた政治資金規正法違反に当たるんではありませんか。上川大臣。ご指摘の会社から政治献金を受けていたということは、そのとおりでございます。今回その当該会社が政治資金規正法の違法な補助金をもらっていたということについては全く承知をしておりませんでした。ただ今ご指摘をいただいたということでございまして、私としてはしっかりと調査をして、そして責任責任を果たしてまいりたいというふうに考えております。委員長。後藤君。返金はしたんですか。上川大臣。現実どのような状況になっていたのかということにつきましては通告もいただいておりませんでしたし、これまでご指摘がございませんでしたので改めてしっかりと調査をした上で対応していきたいというふうに考えております。後藤君。ちなみに望月大臣は先ほどここではないですけど閣議後記者会見で、140万円返金したというお答えされているそうですが、上川大臣返金してないんですね。法務大臣として法律を司る法務大臣ですが返金されてないんですね今の時点で。上川法務大臣。しっかりと現状どうなっているか調査をした上でそして対応していくということで説明責任を果たしてまいりたいというふうに考えております。委員長。後藤君。まあ、返金してないということはよく分かりました。次に行きたいと思います。下村文科大臣、私も役所の頃一緒に仕事をさせていただきましたが、パネルを立っていただけますか。下村大臣のフェイスブックで、こういった下村大臣自身のフェイスブックのページがあります。私の全国にある後援会の一つである中部博友会後援会で名古屋に来ていますと書かれています。いくつか事実関係を確認したいと思いますが、一つ目、このフェイスブックは下村大臣のものですか。そしてこの前列一番左の和服の方、名古屋を中心に学習塾を経営する、まあ、T さんと言っておきましょう。彼は3年ほど前まで中部博友会の会長を務めておられた方と聞いていますが事実ですか。で、この T さんが風俗店を経営するグループに約6億円を融資、この融資先のグループがさらに暴力団に資金的援助をしているというふうに言われています。2007年に国税当局の家宅捜索を受けた際、公用文書を破って実刑判決を受け、脱税事件でも在宅起訴されている、そんな人物が中部博友会の会長だったんですか。そして、この T さんから2013年、下村大臣は 4.8 万円、4万8000円の献金を受けているんですか。これはすべて事実でしょうか。
下村文部科学大臣。まずですね、私のフェイスブック等に講演会と記載したことはありますが、これは通常言われている意味での政治団体としての講演会ということではありません。教育仲間としての私を囲む有志の懇親的な集まりという意味で使ったものでありまして、年に一度程度顔を見せて話をしろと言われていく程度のものでございます。したがって組織的でもございませんし、継続的な集まりというものではないと思いますが、誤解を招いたとすれば適切な表現でなかったというふうには思います。さらに選挙区外の方々の集まりであり、しかも政治資金を集めるような団体でもありませんので、政治を言われるような政治活動をする講演会とは全く違います。ですから、そこのところから、そこの団体からですね、私に対する寄付とか、あるいはパー券の購入等ということは全くございません。そして、名古屋の方の例でありますが、これは先ほど申し上げましたように任意団体で、直接私の事務所、また私自身も関わっておりませんので、その方がですね、いつ講演会長を辞められたかというのは正確にはちょっと把握していませんが、もっとずっと前に講演会長はお辞めになったというふうに私としては記憶をしております。それからその方がですね、いろんな今ご指摘のようなことがあったということで、脱税事件報道後、これは平成22年の2月ですが、その後寄付など辞退をしております。その方が反社会的勢力との関係があるのではないかという報道が昨年あったと、いうことを今年1月頃になって聞きましたので、念のため寄付等を確認させたところ、平成25年ご指摘のように4万8000の振り込みがあるということを確認したので、直ちにこれは平成27年1月13日返金をいたしました。後藤君。塾で稼いだお金を風俗に貸して間接的に暴力団を助ける、ひどい話じゃありませんかこれ。子どもの将来を担う、そういった立場の方々が最も子どもに見せられないようなことをしている。こういったことを繰り返したくありません。農水省の世界から環境省の世界に行って、教育の世界までおかしなことになっている。ただ今回この T さんというのは偶然直接献金をされておられたんで、こういったことが発覚しましたけれども、こういった不適切な活動が任意団体では分かんないんですよ。我々政治団体であればその政治団体の中で動くよう、それは直接文科大臣に対して献金してるから、別途だから分かっただけであって、この任意団体の中でいかがわしい活動をしているような方がいた場合、それは我々知りよしもないんですよ。だからこそ政治家に関連するような応援している団体は政治団体として登録しなければならないと政治資金規正法に書かれているわけです。この全国に6つ地方の博友会というものが任意団体として存在すると昨日大臣から説明がありました。そのうちの一つ、中四国博友会という規約がございます。でこの中の第2条目的というところで、本会は下村博文氏の政治活動を支援することを目的とすると書いてあります。これは我々も大体政治団体、講演会の形で持ってますけども、こういった規約、まさにこういう形で書くんです。これが政治団体でなくて、任意団体っていうのは、だったら我々政治家、みんな任意団体にしちゃえば、チェックされなくなるじゃないですか。そんな法律の抜け道が認められると思いですか、本当に。法律との関係を申しましょう。政治資金規正法第3条では、政治団体とは次に掲げる団体を言うとされています。その中で、特定の公職の候補者を推薦し、またはこれに反対することを本来の目的とする団体、これは政治団体、こういうふうに定義されています。この政治資金規正法第3条の規定上、なぜこの
下村博文氏の政治活動を支援することを目的とする中四国博友会が政治団体でないと言えるんですか。法律上の議論をしましょうと昨日おっしゃってました。法律的にお答えください。下村大臣。後藤さん、言葉にはですね、やはり気をつけていただきたいと思うんですよ。私は あなたが経産省の役人でですね、そして、構造改革特区、大変な能力を持ってやっていた、まあ、当時から評価をしておりましたが、しかし今ですね、個人的な島憶測でですね、もう誹謗中傷に近いような発言するということについてはですね、これはもう政治家としてしっかり考えて発言をしていただきたいと思います。で、今政治資金規正法第3条のご指摘がありました。この3条というのはこの法律において政治団体とは次に掲げる団体という云々であります。それからこの中四国博友会任意団体でありますが、これはですね、それぞれの、まあ、私には地方に博友会と名前のつく後援会が6つありますけれども、それぞれの講演会が、博友会がですね、講演会ですね、だこの政治資金規正法でいう政治団体としての講演会ではないというのは先ほど申し上げたでしょう。だ言葉に取らないでください。まずこれで中四国博友会含めた地方の博友会6団体がなぜ任意団体かというのは、それはですね、非常に失礼なことをおっしゃってましたが、別にその脱法行為とかですね、あるいはその分からないところとかそういうことではなくて、そもそも任意団体そのものというのは、つまり直接私に対して政治、資金の寄付とか、それからパーケンの協力とか、そういうことをする団体ではないんです。年に一度私が行ったときに、一度教育関係中心の昔の仲間たちというのは集まりだから、ぜひ話を聞かせてくれということで、年に一度行くだけのそういう関係であります。ですからそこでは昨日申し上げましたが、別に講演料とか、それからいわゆるお車代とか、そういうことも受け取っておりません。ただそういう個々の人たちが、それと別にですね、私の東京第11選挙区支部、まあ、これは政党支部ですから、そこに個人的に寄付をしていただいたり、あるいは東京でパーティーがあるときに、来ていただいたりとかいうことはしてますが、この会そのものがですね、まあ、そういう意味で政治団体として私にですね、物心両面の支援をしていただいているということではないということで、任意団体として、その方々が認識して活動していただいているわけであります。委員長。後藤君。この博友会の任意団体である地方博友会のメンバーの方が個人として寄付している、あるいは法人として寄付している場合がございますよね。でもそれって区別できないですよ。例えば大きなホテルでパーティーをやって上がりがあった、その分を誰かの名前で下村さんに献金なりパーティー券買うなりでお届けする、その上がりを実際には使ってるんだけれども、形式としては個人が別途その地方博友会の活動とは別にこれは出したんですと言われれば、そんなの区別しようがないじゃないですか。それを確認するために政治団体にやっぱりする必要があるんです。で、下村博文大臣、昨日ちゃんと政治団体として届け出た方がいいのではという議論が任意団体の中でされているということだから、そういうことであればそうしてもらった方がいいかもしれない、そうすれば誤解も生まれないと思うと発言されています。そうおっしゃるということは、実質的には政治団体だと思ってるということですね。先ほど実際講演会とおっしゃいました。そして下村大臣、現在任意団体である各地方の博友会は今後政治団体登録するのか、そうしてもらうよう下村大臣から働きかけていただけるのか、そして任意団体の間でも政治団体と同様の透明性ある運営をしていただけるよう下村大臣から働きかけていただけるのか、約束していただけますか。傍聴席も静かにね。山野井さんも時々声が聞こえるから静かに。いいんだからといって品位のあるやじにしてください。品はない。はい、下村大臣。後藤さんね、あなた相当問題のある発言してますよ。今私の名前を使ってですね、この地方の博友会があたかもそのパーティーで売り上げた収益があって、それでそんなことしてるような話を具体的に言われてますけど、何か根拠があるんですか。
相当問題ですよ。一般論じゃなくて私の名前使ってやってるわけですから、撤回してください。それからあたかもですね、不正があるような言い方もしてますけども、何か根拠があるんですか。ちょっと言ってください。そして質問権じゃありません、これ訂正してくださいって言ってるわけです。そしてこの私が申し上げたのは、このようなことが国会で問題であるのであれば、今の任意団体の方々のやってることは全く瑕疵がありません、問題ありません。しかし問題があるかのようなことを言われるのであれば、それは政治団体として届ければ済む話であれば、そうした方がいいかもしれないという議論があると。それに対して実際に判断されるのは私ではなくて、先ほどから申し上げてますように、これはそれぞれの方々が、それぞれの方々がそれぞれこういう地方における博友会を作っていただいているわけです。うちの事務所が直接関与しているわけではありません。私自身が関与しているわけではありません。ですからそれぞれの方々が判断されることでありますが、お互いにですね、いらぬそういうふうな誤解がされるのであれば、誤解されないような対処の仕方っていうのはあるだろうと。しかしそれは最終的にはそれぞれの2団体の方々が判断していただくことであると思います。委員長、後藤君。先ほど申し上げたようなことは、これから同僚の猪木議員が質問すると思います。実際そういう疑いは一部出ております。安倍総理、たくさん出てきました。第1安倍政権も含めて、これまで安倍政権では7人の大臣が辞めています。そして今日、茂木大臣、上川大臣、下村大臣、この政治とお金の問題で少なくとも疑いがある状態になっています。安倍総理、お金まみれ政権じゃないですか。安倍政権は、安倍政権の、安倍総理の政治と金についての見識を最後に伺います。安倍内閣総理大臣。後藤さん、少し言葉には気をつけた方がいいと思いますね。先ほど下村大臣に対してですね、その方、下村さんを講演しようとしている人たちがまるで、裏でですね、パーティー券を集めたり政治資金を集めるという団体を作って裏でやっているかのごとき、何の根拠もなくそういう決めつけを行った、そういうことはですね、何の根拠もなくそういう決めつけをこの場でテレビの前で私は行うべきではない。同じようにあなたは安倍政権は金まみれだ、とんでもない決めつけでありますよ、とんでもない決めつけですね。それははっきりと申し上げておきたいと、このように思うわけでございます。いずれにいたしましても、野党であろうと与党であろうと、さまざまな問題が起こった、そしてこの補助金を受けているかどうかということについては、先ほど来申し上げておりますように、知っていたか知らなかったかということが、これは要件になっています。民主党政権時代にも外国人献金がずいぶん問題になった、2人の総理大臣がその問題に関わった、で1人の総理大臣については、1年間に数百万円、毎年もらっているのがおかしいということがやっぱり課題になりましたね。でもそういうことは一つ一つをちゃんと、それは総理大臣がそうだったということでありますから、それは今、私はそう申し上げているわけであります、事実をね。ですから、しかしそれはですね、一つ一つ、全部、ごっちゃにしないで、それぞれにどういう課題があったのかということについて、冷静に議論するべきなんだろうと、このように思いますよ。まあ、ですから、外国人から例えば献金があれば、それ絶対悪いということではない、まあ、しかし、これは構成要件、知っていたか知らなかったかは、実はこれは構成要件ではないんですが、しかし、だからといってですね、分からない場合もある、という意味においては、それは事実なんだろうなと。そう思います。それを防ぐためにはどうすればいいかということも、やはり考えなければいけないわけでありまして、私は規約の中にですね、日本国籍を持つものということを入れています。で、それだったとしてもですね、意図的に、外国人であることを隠して私に献金しようと思えば、それを読んだ上でできるわけでございます。そういう問題だってあるんですよ。そういうこともですね、やはり考えながら冷静に議論すべきだって、特に決めつけによってですね、イメージをつけるためだけに質問するということは、これは極めて非生産的ではないのかなと、こんな印象を受けたところでございます。委員長、後藤君。私は事実に基づいて申し上げています。先日、馬淵澄夫議員が申し上げたように、1985年からの30年間で、大臣は17人しか辞めてないんです。
そのうちの7人が安倍政権で辞めてるんです。この事実に基づいて私は申し上げたということを最後に指摘申し上げて、同僚の猪木議員に後を譲りたいと思います。ありがとうございました。